もこんにちは、ケビンです。トモカケです。ヤンマです。本日はスペシャルゲストをお呼びしております。スーマさんでございます。イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日のタイトルお願いします。はい、海外のダサいエピソード、ズマさんが歌ったらかっこよくなるんじゃないかって。はい、ということで、わからない。どういうこと。わかりました。全然わからん。今回視聴者の方から、はい、インスタで海外で経験したダサいエピソードを募集したんですよ。なるほど。その中から僕たちがチョイスした、もうこれはすげえダセいぞっていう、よりすぐりのダサいエピソードもうこう短いもうショートストーリーをズマさんが歌ってかっこよくなっちゃったら僕らの負けという対談でございます。なるほど、はい、計3問やらせていただきたい、うん、3問問いないやこれ。問いです。ズマさんといえば即興の作詞作曲ですからね。あ、ちょっとそれは英文があるんですか。これは日本語のダサいエピソードになってるんで、ゴリゴリに聞こえちゃうっていうのはあるんですね。ダサいエピソード、ダセーなそれ。英文だったらごまかせると思ったけど、なるほどね。覚えてきたらちょっと初ルールやからな。3本勝負で、じゃあ例えば、うん、ゾウさんが歌いました、うん、でじゃあバツバツ丸だったら、うん、かっこよくできなかったということで、1ポイント、うん、それを考えるとね。なるほど、どっちの辺が多いかっていう、うん、なるほど、うん、じゃあちょっとあの僕アカペラで歌ってもちょっと、まあ、花がないんで、はい、ギターが得意な友達ガクさんっていう人なんですけど、ちょっと、はい、呼んでます。ガクさんお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これで勝率だいぶ上がってるはずなんですけどね。責任重大じゃないですか。全視聴者の力を集結して今戦ってるんで、何万対ズマさんのお客さんなので、うわえぐいな。すごい有利ですこっち。確かに恥が力になる瞬間。早速いきますか。いきますか。はい、はい、では第1問、はい、ハワイのレストランで英語でピザを頼んだらナスの炒め物が出てきた。ダサい。ダサいよ。これはダサいよ。これはダサいよ。頼みたい。だってピザ頼んだのにナスの炒め物だよ。ハワイだよ。ハワイで。ハワイでナスの炒め物はきついっすよ。いや、どういうこと。なんでそうなる。はい、プリーズピッツァフォーミーとかでしょ。で、あーラスね。すごいな、これは。これはダサいっすよ。ダサいっていうか、金の事件。事件。あと短い。短い。詐欺とかそういう概念ない。じゃあ1、2、3、4、2、2、3の尺は何か弾いてください。で、僕が歌うみたいな。はい、わかりました。これでいいですか。すごい。何でも。え、それだけしか。それはもう、それはもうそうです。僕のこの秒数弾いてくれればもう雰囲気をその子で掴んで。マジか。絶対失敗するやん。これは有利だ。絶対。マジ。かっこよくならないやんこの打ち合わせでは。マジっすか。ハワイがちょっとかっこいいからな。確かにね。いや、ハワイ一個全部出されてない。いや今まで本当に何万曲と多分あの即興ソングを歌ってきたけど、一番歌詞に気持ちこもらなかった。何やこれ、ずっとハテナマーク。何をやってるんだろうという感じがすごいですね。こちら、いや、うわー、探偵よね、入りますよ。それはかっこいいと思ってしまったら丸ね。丸、OK。では、はい、この曲どうでしたか。せーの。いや、かっこいいって。この感じか。やった。圧倒されてしまった。そうだな、もっと難しいのを出した方がいいな。じゃあこれ、ね、これより、ね、これより難しいってことは、ダサいっていうことやから。
ね、今のエピソードも大概だった気がしたんですけどね。でもやっぱハワイが結構かっこよかった。いやそう、なんかそうサンセットのビーチの感じがちょっと出ました。ハワイ行ってって言った瞬間にもうスッと浮かぶからね。そうだよね、なんかそうだよ、あの4文字で救われたから。埼玉でとかじゃない。そうだね、埼玉県の皆さんこの人呼ばれた。次、はい、いいですか、お願いします。2問目ね。2問目、イギリスの公園ででかい松ぼっくりを見つけてリュックに入れていたのを忘れて日本に帰るとき空港で1時間怒られた。ダサいなぁ。松ぼっくりで怒られるのかよ。いやすげえでかい松ぼっくりが出てきてめっちゃ怒られた。まずでけえ松ぼっくりを入れんやろ。いやこれはでもちょっとイギリスがね、イギリス入りだからやっぱちょっとビートルズっぽい感じだから。確かに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 。まあちょっといいかもな。でもでかい松ぼっくりでかい松ぼっくりがちょっとダサワードよ。前はピザとか、そうですね、あの当初におしゃれやったけど。確かに、イギリスの公演以降全部ダサいからな。はいわかりました。はい、ありがとうございます。こちらです。いやわかった。いやもうわかんない、お任せします。マジこんなジャンルいいな、すごいよね、綺麗な。じゃあちょっと勢いで、あ勢いで、勢いでいきましょう。もちろんナイトクルージングな感じで。あおしゃれなワードですね。イギリスの公園で世界マスボクリー見つけてるのに寝てたのを忘れて日本に帰る時ここで一時間やばい。勢いでいく、あの一瞬での意思疎通やばいっすね。ここのコミュニケーションすごい、すごい、いやすごいよね。本当にすごいと思う。テストしてるけどすごいと思う。ありがとうございます。これは、ね、気持ちが正直にならないといけないから、ね、そうだね、このちょっとでも感じちゃったらさあだダメだよ、はい、正直にしないと。いきます。じゃあただいまの曲、はい、どうでしたか。せーの、危ねえ。ズマさんの勝利。危ねえ。そういうこともあるんですよ。そういうこともある。確かに。これどうでした？いやなんかこの最、いや雰囲気はすごいかっこよかったんだけど、なんかやっぱこの一番最後のこの大きな、なんていうかな、見せ場のところで怒られたが、それがすごい耳に入ってきた。最後確かに。怒られるのがかっこいいって思ってるやつの歌みたいな。それが感じちゃってバイク盗んだみたいな、せえなって思っちゃったんですよね。やっぱり歌詞が強かった。そう、歌詞、歌詞の怒られるがちょっと入ってきちゃった。シラフで聞いたら相当ダサいもんね。酔ってはないけど別に。改めて聞いたらダサさに、でかい松ぼっくりの処理にすごい感動しちゃって、ほんとほんと、あの難関を乗り越えたのがすごすぎて、唯一かっこよく見せるのが松ぼっくりしかなかった。どういう服を着せるかっていうのが松ぼっくりかかってたんで。そうね、そこでもすごかったですよね。マジでここしかなかった。やっぱ怒られたは確かにな、怒られたは割りダサいな。確かに罰が出るっていうこと。いやそうね、確かに。そうだ、もう本気なんですよね。本気です。忖度なし、勝ちに来てない。うん、いや本当ちょっとギターのハッティングにやられた感じは。そこでは流しきれないっていう。確かにね。ちょっと急に緊張してきた。確かにな、もうラスト、ね、ラストいっぱいなこれ。まあ、でも最終問題は、うん、何点ですか、最終問題の得点。最終問題は35,000点。やば。どこから出てきたんですか。よろしくお願いします。いきますか、じゃあ最後、はい、結構やっぱキーワードが大事なんだなっていうのを気づいたんだよね。なんか松ぼっくりみたいなこのリズムがあるのも無理かも。やっぱ濁点系はやめた方がいい。ちょっと2問気にして気づきそうだよ。そうだよ、ちょっと簡単2問で結構取れるって
ばい、はい、お題はこちらです、はい、お会計の時店員さんにキャッシュ or カードと聞かれたお母さんがキャッシュのことをフィッシュフィッシュって言ってたこと。言ってたじゃない。お母さんやめてよ。フィッシュフィッシュ。魚だね。それは魚。しかもこの前で恥をかくっていう。親の威厳も同時に死なれたいそれ。お会計とかもちょっとダサい。ダセーな。確かに。しかも唯一の英単語フィッシュだ。それ2連続で使ったから。フィッシュフィッシュ。これダセーだけやから。確かに。ちょっとなんかお母さんが素敵に見えたらいいなと思って。見えないでしょ。はいはいはい。そういうからもうね。どうにかできへんかな。行きましょう。すげえな。はい、お願いします。してバナナブヤ。お会計の時店員にキャッシュカードと聞かれお母さんがキャッシュのことをフィッシュフィッシュと言ってた。最後ずるいながら考えたい。いやそういうのもあるのか。すべての引き出し開けた。すげえ。いきますか、じゃあ。うわー、うわー、そうよ、これで3万8000点いくからな。どんなルールやね。今の曲、はい、どうでしたか。せーの。イエーイ。まあそうだ。これ38,007対。いや、よかった、ルール確認しよう。ゼロだった。ゼロでズマさんの勝ち。よっしゃ。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。絆が出て、絆がよかった。期待もして呼んでよかったわ、本当に。じゃあ結構今ちょっと結構取り出してる。本当にね、まあ、ね、人の企画に呼ばれといてこんなこと言ったらあかんけど、そんな大きい舞台ではないよ。もうちょっとマジでそうだよ。こんなところで3万点は何にも換金できんじゃん。なんかそのお母さんがやっぱり、うん、逆に切ないというか、いや、そうね、思い、お母さんの思い出みたいな感じがすごいしたというか、したした。1番とかはもっとこう普通の歌詞で、2番でそのちょっとドジしちゃったお母さんの思い出を歌って、あー、いいな。それ急に読みよ。そういう感じがすごいしちゃって、春は丸丸で、そう、夏は丸丸でみたいな、で、芝が増えて、そんな感じに。なるほどね。感じてきて、旅行の時にはフィッシュフィッシュってキャッシュのこと言ってたなみたいな。そうっすよね。だからジャケ写の裏が魚の絵が描いてる。かわいい。僕あのフィッシュフィッシュをどういう風に調理するんだろう、うん、もうそこめちゃくちゃ見つかったよ。絶対ダサくなるだろうと思って。この、ちょっとこう、やっぱなんか流行る曲ってなんかキャッチーさがあるというか、一回すごいキャッチーなところがあるというか、独特すぎてみたいな、その魅力を感じてしまって、悔しい。やった。嬉しい。確かに、フィッシュフィッシュをそっち側に乗ってくんだっていう。ちょっとなんか静かな水面に住んで、カヌーとかでこう見られたって時に、遠くで魚がピョッと待ってる状況を僕は。いやー、すごかったな。本当にこっちを出そうと思ってたんですけど。あ、いや、結構読んだ時点では 100% そっちだった、うん、だからもう感情に訴えたなって思われて、うん、ああそういう作戦でって終わったかなと思ってた。ちょっとせこいからな。そうそう。でもみんな素直な心の持ち主。心が綺麗だわ。キリンズイングリッシュルーム。いや、やっぱね、うん、歌うまいっすよね。ちょっとこの3人の歌声ガチで聴かせてください。これがなんと妻さんのチャンネルに乗ります。うまいって感じでしょ。
すごい動かったな。いやいや今のすごかったな。マジで。いやいや今のは。今のは。なんでや。ダメ。大正解でしょ。大正解でしょ。ガクさんとズマさんぐらいの今。そうそうそう。セッションしてる。マジで。即興で宣伝入れてくる。いやもう本当ありとあらゆるみんなが知ってる洋楽をひたすら本気で歌ってるんでね、うん、よかったら見てください。こちらになります。ぜひ妻さんの方のね、はい、チャンネルも見に行っていただけたらなと思います。ありがとうございます。で妻さんとガクさんでした。ありがとうございます。イエーイ。はい、よし。もうめっちゃ嬉しい。もう歌って終わりやから、いつももう喋るのがもう確かに、ね、トークみたいな。そうそうそう。